富士はそもそもめったになくし物なんてしたことない。いつも身の回りは私より綺麗に整頓してるくらいだし。ねえ富士、そのカード最後にどこにしまったか覚えてるよね？もちろんです。最後にというか、いつも同じファイルに戻していて、もしそれを忘れてたとしても部屋から持ち出したりしませんし。だよね。私はソラ、夫と小学生の息子フジとの3人暮らし。こっちカッパフュージョン。そうくるか。よし、こっちはブラックエンペラー猛禽最終形態だぞ。近所に住むゲン君とフジは同い年で仲が良く、今日も一緒に遊んでいる。いつもフジが楽しそうで助かるよ。こちらこそ、いつもお邪魔しちゃってごめんね。いいのいいの、2人とも趣味も似てるし気が合うみたいだね。引っ越してきたばかりの時は不安もあったけど、ご近所に仲良くできる子がいてよかった。このボノと息子の成長を見守る日々なのだけど、事件は突然起こったのだった。うわい、やっぱりないです。ある日、富士の大事にしていたキャラグッズが見当たらなくなってしまった。家の外にも持ち出したことないんだよね。持ち出してません。ちゃんと引き出しに戻したはずなのに。今度お部屋の掃除するからさ、きっとその時に見つかるよね。よい。しかし、その日を境に今度はトレカのスペシャルカードがないみたいなんです。母上。また続くね。一緒に探してあげるよ。最近おかしいな。富士はそもそもめったになくし物なんてしたことない。いつも身の回りは私より綺麗に整頓してるくらいだし。ねえ富士、そのカード最後にどこにしまったか覚えてるよね？もちろんです。最後にというか、いつも同じファイルに戻していて、もしそれを忘れてたとしても部屋から持ち出したりしませんし。だよね。って感じで、いくら一緒に探しても出てこないしで、ちょっと疲れが。でも、あの富士が大事なものをしかも続けてなくすなんて珍しいよね。まず物を雑に扱う子じゃないし。この間のイベントでもらえた特典のカードもなくなってるみたいで。富士がずっと大事にしまい込んでたやつだろ。マジか。非自動シミュレーションゲームのイベント入場口でもらったレアな限定トリカで、ずっと楽しみにしていた富士はとにかく喜んでいた。お一人様1枚です。非自動、非自動。寝るよ。この日は夜もずっとカード眺めててなかなか寝なくて。空が注意してやっと布団に行ってたよな。それもあって富士今かなり落ち込んでるみたい。そっか、早く見つかるといいんだけど。俺もなるべく目についたところを探してみるから。ありがとうコージ。しかし富士のなくし物たちはいくら探しても出てこないままだった。あるある、うちの子も何度言っても片付けなくてさ。もう文具もおもちゃもいくつ行方不明になったことか。子供にはよくあることかもだけど、富士はちゃんと片付けてるんだよね。さすがに嫌味っぽい。小学生男子ほんと困るよね。うちはもう家ぐるみで断捨離始めちゃったわ。断捨離？そう、いらないものを分けてフリマアプリで売っちゃうの。結構いい額になって、先月の売り上げでこれも買っちゃった。可愛いのつけてると思ったら、いつもお小遣い足りないって愚痴ってたのに。でもそうか、例のカードがどうしても見つからないならフリマアプリで買い直すって。でも思い立ったが吉日、早速アプリを使って同じ柄のカードを探すことに。おお、あるある。しかも意外にお手頃。これなら富士の元気も戻ってくるかな。数日後。郵便です。届いた。富士、ちょっとこれ開けてみなよ。ほう、何のお手紙ですか？いいからいいから。これはなくした記事、これの特典トレカ、限定のアクリルスタンドまで。わざわざ買い直してくれたんですか？こっそりね。かぶって出たのとかフリマアプリで出品されてるの見つけたからさ。富士が大事なものそうなくすわけないって私も知ってるけど、今度こそどこか行かないようにリビングの見えるところに飾っておこうか。あの辺とか。ありがとうございます。それにしても結構同じレアカードが出品されてるもんなんですね。お、どうかした？母上、これって本当に出品されてたの？
を買ったんですか？そうだけど、ほら出品画面。それが、カード裏のここを見てください。え？これ、富士山マーク？富士富士さん？富士富士さんです。富士のカードがいつの間にか出品されて、それを知らずに買い戻したってこと？そういうことだと思います。うちによく出入りしてるのはごく限られた人だけ。状況的にほぼ黒に近いのはあの親子しかいない。翌日早速ひさめさん親子を呼び出したって言われても、身に覚えがないものはないって。そもそもたかが子供のカードでしょ。売ったところで大した額にはならないじゃん。私が出品してたのは子供服とか実用品だけよ。アカウント見てみる？ほら、ソラさんらしき人と取引した記録もないし。ぬぬぬ、確かに私がトレカを買ったのは違うユーザー名。しかもさっき見たらすでに退会してた。でも発送元として表示されてた地域は同じだったし、何よりここ1ヶ月で富士の部屋に出入りしたのはゲン君だけなんですよ。正直に話せば警察には届けてません。警察って大げさね。高額品ならともかく、どうせ富士君がどっかに落として誰かに拾われただけじゃないの。そっちの始末を人のせいにしないでほしいもんだわ。僕はそんな。物がどうあれ窃盗事件ですから、このカードもちゃんと調べてもらえば久美さんやゲン君の指紋が出るんじゃないですか。指紋なんてゲンと遊んだ時にたくさんついてるんじゃ。少なくとも久美さんは見たことも触ったこともありませんよね。これゲン君にも見せてあげたことはあるけど、ファイルから出したことは。わかった、本当のこと言うわよ。実はそのカード私も他の人から買って、ユジ君だと知らずに別アカで横流ししちゃっただけなの。いや、それこそタイミング的にありえないでしょ。隠してから2週間と経ってないよ。やっぱそれも違って、母ちゃんもうやめてよ。俺ちゃんと謝るつもりで今日来たのに。ケン君、富士はたくさん持ってるし少しぐらい気づかないでしょって。やらないとおやつもご飯もお小遣いも減らされるから。何言ってんの。嘘だから、この子の言うこと信じないで。嘘？嘘だったらこれ警察持って行っても何の問題もないですよね。ないわよ、もちろん。そっちで勝手にすれば。行くよゲン。お母ちゃん、でもいいから、もう富士君とは遊んじゃダメ。ったく冗談じゃないわ警察なんて。このままじゃ俺も母ちゃんも警察に捕まっちゃう。聞いたよひさめ、富士君のところでゲンに窃盗させたんだって。あなたいつそれを。母ちゃんが逮捕される。さっきゲンが泣きながら話してくれたよ。自分の息子になんてことさせとるんだ。人としてやっていいことと悪いことの区別もできないのにも呆れたが、ゲンがせっかく作った友達を母親のお前が台無しにしてどうする。壊れた友情はもう元には戻らないかもしれないんだぞ。お前には当面の間自由に使えるお金はないと思ってくれ。そんな母ちゃん、母ちゃんは全然富士や富士のお母さんに悪いと思ってないの。ゲン、俺ずっと富士の顔見るたびに辛かった。もっと早く謝りたかった。でもこんなことしてさすがにもう富士は許してくれないよ。一番の友達に嫌われちゃった。ひさめ、ソラさんの連絡先を教えてくれ。明日の仕事帰りにはなるが、きちんと弁償して謝りに行こう。でも火の粉の言わない。そして翌日、夫の柳さんがひさめさんとゲン君を連れて現れた。うちの不徳の妻が誠に申し訳ございません。二度とこのようなことがないようにしっかり監視しますので。ちゃんと認めて反省してくださってるならいいんです。こちらもことを荒立てたいわけではないですし。そう言っていただけると。ふふーじー、本当にごめん。許してもらえるとは思ってないけど。俺ゲン君、富士、これこの間の様子だと自分のカードもだいぶ取り上げられてたんじゃないかと思ったんです。カード系が意外によく売れるのに母ちゃんが気づいて。事件をなかったことにはできないけど、僕のカードは返ってきたし、ケン君はちゃんと謝ってくれた。もうしないって約束してくれますよね。もちろんだよ。
それじゃあこれが仲直りの印。限定のやつはさすがにあげられないけど。うじー、お前いいやつすぎるんだよ。ごめんな、うじー。ゲン君苦しいです。その後の久美さんは家族からソース缶を食らい、さすがに反省したのか、フリマアプリもやめて質素に暮らしているらしい。秘密に内職しよう。ゲン君は富士と変わらず仲良く遊んでいる。ゲン君の両親と富士の友情に今回は助けられたかな。とりあえずは良きかな良きかな。